ますね。キャンプ場の下ですね。林の中のドライブもいいですね。道路の脇は刈り込まれててなかなかいいですね。開けてきましたね。まもなく筑波山を終わりますね。おー、栗がもうすぐ栗が割れますね。もう実がしっかり入ってますね。柿がもう色づいてきましたね。あと10日もすれば熟しますね。着きました。この辺の米はうまいでしょうね。さぞかしうまいでしょうね。もうぶどうがたわわになってますね。ただし袋がかぶさってないから、これはお酒にする、ぶどう酒にするんですかね。袋をかぶしてないですね。イノシシ対策で柵を設けて日にを守ってますね。これから左側の方はね、5月の末から7月の初めまでこの川の上流ですね、ホタルが飛びます。ホタルの餌となる
川ニラですね。水がいいもんですから川ニラがいっぱいおります。それに寄生してホタルが栄養をとって飛ぶというわけですね。